今もう4時過ぎてんのかな。今日はね、犬を3頭とも山奥で放しました。で、放したので帰ってくるか不安ですけど、回収できるか不安ですけど、一応今そばにいるのは麦だけです。さすが麦です。あとネムとクンクンはもうどこ行ったか分かりません。暗くなっても帰ってくればいいんですけど、帰ってこなかったら夜通し探すしかないな。3頭同時に話しても麦だけはやっぱりそばにいてくれる。ネムとクンクンはどこに行ったか分かんない状態でした。冬期間通行止めになっていた道を進みながらフキノトウを取っていきました。標高900メーターぐらいの山は美味しいフキノトウが取れるのです。雪が溶けたところから順番に掘っていきます。この時期はこの山には自分しか来ないので安心して犬を放せます。最高に美味しいフキノトウです。ふわふわです。ふわ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 。いやこれもう人だな。大きくなってるけど、なんか最高っすね。ふわふわ。はい、ふわふわです。まだある、上もある。ふわ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 のフキノトウ。あ、あそこだ。はい、超柔らかいです。そこにもありますね。車が通れない感じです。ちょっと雪が深すぎます。大変な感じです。無事帰れるかな。
ここはイタドリパラダイスですね。イタドリパラダイス。来来むちゃんおいで、むちゃんおいで、えらいえらいえらいよ、えらいえらい、喧嘩すんなよ、ダメだよ、くんいたずらすんな、喧嘩すんなよ。縦髪が立ってる、肩のところの毛が立ってる。喧嘩すんなよ、やんなよ、やるなよ、やるなよ。肩の後ろの毛が立ってるからね、危ないんだよね。喧嘩する可能性なんだよね。やめろよ、喧嘩すんなよ、ちょいいたずらすんな。こら、こら、こら、コーラ、やめ、コーラ、コーラ、やめ、やめなさい、やめなさい、これやめなさい。参ったらねえむな、オス同士の喧嘩な、怖かったな、なあ参っちゃったな、ああ大変だったな、どうしたの、大変だったよ、ねえ、ねむちゃん怖かったね、オス同士の喧嘩ね、クンクンとムイの喧嘩ね、どっちも勝負つかなくてね、血だらけになってね、本当にもうやっと止めたわ。